今日のナイス川柳。ナイスな川柳を毎日更新中。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。かわいい川柳グッズを販売しています。概要欄のリンクからチェックしてください。水筒の氷カラカラこら走る。お題、涼、よみーさん。テレワーク、バケツの水に足をつけ。お題、涼、まここちゃん。秋になるまで涼しいと言い続け。お題、涼、まここちゃん。下見れば買い食いバレるかき氷。お題、涼、とも子1967。散歩コース、最後に墓地を一回り。お題、涼、にゃんぽんさん。一瞬の涼風感じランニング。お題、涼、村山健一。扉開け、頭突っ込む冷蔵庫。お題、涼、ゆうさん。断捨離が苦手別名コレクター。お題、コレクター、あとやくさん。宿題の進捗も聞く残暑見舞い。お題、保険、とも子1967。たい焼きの気持ちもわかる炎天下。お題、焼け、花うららさん。クール瓶、届ける青年汗まみれ。お題、汗、すっぽんさん。褒めなくていいから家事を手伝って。お題、行動あるのみ、喜怒哀楽さん。うまそうなきゅうり差し出す日焼け顔。お題、焼け、ダンデライオンさん。苦労した汗に上司は気づかない。お題、汗、すっぽんさん。風光明媚、前にマンション建つまでは。お題、資産、梅田川太郎さん。9年目、彼の心が不透明。お題、不透明、アキソルさん。夏別居、扇風機派とエアコン派。お題、孤立、シルバさん。熱中症対策になる親父ギャグ。お題、熱、チャーリーさん。返品は聞くかと聞いて買う指輪。お題、保険、大野みなみさん。